姉さん、地雷拾ってきたよ。また武器攻撃してしまった。よし。グレネード、ルーカス・シムズも解体しようぜ。そういえばグレネードって装備してなかったな。グレネード。どこに装備しようかな。もう警棒とかいらないわ。姉さん、熱いお芋はいかがかしら。ほら、あれって。地雷原を取ってきた。プレゼントもあるよ。その地雷が私のものね。ずっと欲しかったのよ。あなたを送り出してからずっとっていう意味だけどね。いろいろ聞かせて。あそこを取るのってどんな感じ？地雷を解除するのってどうだった？すごい怖かったです。なんだこれは。手が速くて頭の回転が速いとひどいことになりうる。地雷原を含めて。いい表現ね。本で使わせてもらうわ。ああ、あなたのこと調査員としてだけじゃなくて、凶作って形で載せるべきかしら。もう爆発物はしばらく見たくなさそうだけど、コツをつかんだってのは確かみたいね。ありがとうございます。いざって時のために小さなおもちゃをあげるわ。どうも。この地雷を見てるとアイデアが浮かぶわ。もちろんひどいことをするための装置だって分かってるけど、自分用に作るのも簡単そうね。よし、もう一個行ってみようか。この章の最終の部分は放射能で OK？ そう、そこで手伝ってほしいの。本を読んでいろいろと知ってるけど、生きた検体には出会え検ないし、体。いても長く持たないし。だからあなたに軽く放おい。射能を浴びてもらって、影響を観察させてほしいの。もちろん致命的なほどじゃおないわよ。その前に直せるわ。放射能を浴びてほしいって、あまり賢いことではないと思うけど。そんなに心配しないでよ。素敵なグラスに放射能を消すバラモンのミルクを用意して待ってるから。ほとんどラッド X とラッドアウェイだけどね。放射能を取り除く効果はこっちの方が期待でドきるけど。S。もちろん効くって前提でね。本当にド S だわー。よし、OK。浴びてくるよ。素敵。蜂蜜のようにおも甘いちゃとでこすがけいどい。ね、とか。まあ蜂蜜って見たことないけど、200ラットもあれば最低限の 症状が出るはずええー。だけど、もし600ラット以上浴びれたら正確な実験になるわ。とにかくちそうゃんでとすそこね。に戻ってきて。そしたら私が姉責さん任素を持って敵。面倒を見るから。声と言ってることがひどい乖離があるんですが。オプションとかやだわ。気200で分十でも分。悪いの？ダットの数値が高い？600ランド浴びてこいや。 この要求がどれだけ馬鹿げてるか分かってるのか。それは分かってるけど、これは別なの。ああ、怒っだった。てちゃんと科学的必然性があるし、それに馬鹿げてなんかないわよ。私はこの調査はしたいし、あなたはどうせ放射能を浴びることになるわ。だからその時は戻ってきて私の方も手伝ってよ。言いざまがひどい。 ちょっと 姉さんき何ついがいるの？わ。あ、姉さん200キャップ持ってる。売りつけよう。こういうのいらないです。金属パイプ。あ、そうか、ダメージ。警棒よりも強いんだ。バット最強でしょう。8位だよ、8。警棒いらない。入植者の服とかいらない。逆切れ。本当ですよ。
何ですかあの言い分は。ひどくないですか、トレーダーの服。いいからさっさと行けや、それぐらいしか飲まないくせに。モイラさんの心の声が来ました。ダメだこいつ、早く爆破しないと。ここの連中ね、ひどいなぁ。なんなんだよ、もうレーダーアーマーとかいらんわ。老眼鏡とかいらないわ。戦前の服とかもいりません。戦前の服とかいりません。こんなもんかなぁ。放射能浴びてこいやと来たもんな。この辺はどうなのかな。まあ、こんなところでしょう。しっかりね。はーい。調査頑張ってね。町の爆弾を爆破させたら、ダメアグランドなんてあっという間だろう。お前の、てめえの体で体験しろってことですね。ひどいわ。よしよし。浴びてくりゃいいんでしょ、浴びてくりゃ。200で十分。回復してもらえるんだろうな、ちゃんと。まあ、セーブしたからいいか。そして分裂されよ。涙を流すことも、悲しむことも、苦しむこともない。分裂によって我らこの世界の苦痛や苦難がガリガリ言ってるんですけど、解放されるであろう。せっかくだから話してやろうか。我らが教団への入信ご希望の方でしょうか。おお、巫女よ、ようこそおいでになられた。大興奮だわ。メガトンへようこそ。私はクロムウェル調剤司祭、アトムの預言者にして不滅の輝きの神父です。おー、巫女じゃ、なるほど。いつでも教会へおいでなさい。いつでも歓迎しますよ。もうやだ、こういう人。何か面白いニュースある？我が友よ、そのような世俗的なことには関わらぬよう努めて。もう死ねえよ、もう。そうはいえ、お、うん、モイラが財産を守るために傭兵を雇ったんですね。あの人か。眠らない男とのことです。はい、飲んだらもっと早いですよね。あ、見よ、あ、もう帰っていいの？よかったよかった、もう帰っていいそうです。危なく飲んだら大変なことになるとこだったよ。怖い怖い。わーい。600だっつってんだろ、チキン。チキンで結構ですよ、もう。やだよやだよ、もう女の。へい、姉さん。気分でも悪いの？ガイガーカウンターの数値が振り切っちゃった？気分が良くない。少し放射能を浴びすぎたみたいだ。少しでも放射能を浴びてるなら良しとしましょう。もちろん普通はそうはいかないけど、よっぽど変な趣味があるならともかく。じゃあ、変な趣味ないから。させてもらうわ。気分はどう？検査来た。インテリジェンスがあるからこれでいこうか。頭痛のせいで集中するのが難しい。もっとひどい人だっているんだから。ちょっとメモを取るから待って。それから自家製の調合薬でそのひどい放射能の面倒を見てあげるから。さあ、横になって何か健康的なこと考えて。バラモンのミルクを少し、はあ、磁石を2つと、それと何かハッピーな気持ちでも。なんか変なもの入れてるぞこの人。言ったでしょ、うまくいった。うまくいくって分かってたけどね。なんで嬉しそうなんだ。放射能の薬を持って行って。この先もっと手に入るだろうけどね。医師をやるべきことは完了したよな。当たりよ。それにこれよくできてるじゃない。私たちの聡明さにきっと驚くわよ。お礼にこれ
スティームパックをたくさん貯めておいたの。ちょっと。あと2章も残ってるんだから、もちろん必要よね。どういうことだよ。あ、すげえ、経験値すんごい増えた。次の章の調査を始める準備はできている。第2章は少し厄介になりそうね。良くも悪くも外の生物をどう扱うかについてよ。例えばモールラットを追い払ったり、ミレルークについて学んだり、もしうまくいかずに負傷したらどう対処するか。だからこの章は気合を入れて取り組みましょう。どれからやる？モールラットだったら倒せるよ。モールラットは何にでも穴を掘るから厄介なのよ。だから誰でも追い払えるように殺素剤スティックを作ろうって思ったの。殺素剤来た。作り方をガイドに載せる前に実験しないといけないわ。それであなたにモールラットを何匹か探して実験してみてほしいのよ。